よく1月でしょ。バーゲンじゃない、もう乗ってないです、すでに1月っていうのはロードで言うところのオフシーズンじゃないですか、うん、コンディション整えるからね。コンディション整えて次に走り出すシーズンに合わせていろいろ準備をする時期でしょ。そうね、ってことで買い物ですよ、やっぱり買い物おすすめ あの自転車のグッズアイテム、おすすめアイテムを紹介していこうと思います。これさ、これでしょ。私こう自転車屋さんにさすが触らせていただいてからやっぱりいろんな展示会行くんですよ、代理店さんのね。で何を仕入れるかっていうところから やっていく中でさ、やっぱりこういいなと思ってるものを見たりっていうことで、今回もそうです。もともと普通にあの店始まる前から知ってて、うん、あの買って使っていいなと思ったやつです。今日はリアルに、リアルに、はい、そう。で今日紹介するのがね、このね、うん、これチャンチャラーインソールです。すごいね。どういうインソールなの、はい、え、ネアンインソール使ってます。いや、あの既存のやつ。何既存のやつ。もともと入ってるやつでしょ。一回も使ったことないんですか。はい、マジ。え、どういうこと。もう世界変わるから。どう変わる。私なんぞの平民の言葉なのか、多分あの視聴者の方にはあの全く響かないと思うから、ちゃんと今日あのね、ちゃんとプロフェッショナル。あはは、ビョンズがまたあれするんじゃん。あ、違います、私が今日スタッフです。で、ちゃんとメーカーさんに来ていただきました。はい。はい。わー、はい、ありがとうございます。この、ベルトインソールの商品を作っている株式会社レームの長野社長に来ていただきました。はい、ご自身で全部考えて作ったってことですか。そうなんですよ。もともと物作りが好きで、はい、この特殊な薄いペラペラですけど中が硬いものはお湯に入れたら溶ける素材まで開発して今回物作りをしました。これが出たのっていつですか。これが出たのが、昨年の9月です。結構まだ新しいんです。あ、まあ、そんな、はい、そんなんなんですね、はい、のにもかかわらずめちゃくちゃ売れてる。うん、スポーツする人が買うってことですか。これはね、一応、はい、この黒いパッケージは自転車専用なので、はい、あ、専用なんですごいダイレクトにぴったりフィットします、はい、だから今日詳しくいろいろ聞いていこうと思ってます、はい、よろしくお願いします。はい、ではちょっと自転車用から説明します、はい、自転車用はね、素材がこのブルーのケースなんですけど、はい、めちゃめちゃ硬いです、はい、でこれがお湯に入れるとなんか、ね、はい、中が液体化するんですね。ドロドロになる。ドロドロになります。へえ。これは特殊な2層なフィルムでできているので、はい、溶けたやつを開けてもらうと中に、はい、さらにもう一回フィルムが入っている薄いのが入っているので、それをご自身のサイクルシューズに入れていただいて履いていただいて8分待つと中が固まります。へえ。固まるとなんとってクリーンって感じで、はあ、裏面は全部が靴の縫い目まで出た靴型になって、表面は指先、5本指が全部作れるインソール、はい、土踏まずの高さに関しても靴の外と靴の中がもともとアーチの高さが違うので、多分業界初の靴の中のアーチ、靴の中の指型を全て取るインソールが出られます。へえ。なんか靴の中が隙間なくなると、はい、もう靴がまさかの自分の足になったかのような素足感覚で靴が履けるようになるので、結構痛みのある方がなくなったりします。あ、そうなんですか。はい、ビギナーからプロ選手まで結構いろいろ使ってもらってます。すごいですね。これ足の模型なんですけど、はい、これね、足の模型置くと大体倒れるんですよ。人間の足も倒れるから倒れないようにお尻の外の膝の周りの筋肉を使うんですけど、はいはい、倒れなかったら結構しんどくないんですよ、体って。ただこれ普通のノーマルのインストールとかだと多少抑えてくれるんですけど、うん、やっぱり倒れてしまうんですよ、はい。それが弊社のだと靴の中のアーチを指先のこの R も全部作ってくれるので、足裏カップ的な形で押さえてくれる。すごくない。全然倒れない。立っちゃいます。すごくない。綺麗に立っちゃいますね。立つだけじゃないんですよ。ああ、外じゃなくて体重がかかってもバンと衝撃が立ってもこけなくなるので、へー、いろんなスポーツでもやっぱり膝崩れもしくはお尻崩れがなくなってくる。へー。これがね、もしこれでしたらもう靴がねピタッとしてても、うん、やっぱ倒れるんで、もうこれを支えるために足をこうする筋肉を使わないといけないのがほとんど座骨神経痛、腰痛になる筋肉をよく使います。まあまあまあ、はい、まあ、じゃあ私教えてほしいのが、その足がこのシューズの中で遊ぶことのデメリットを教えてほしい。まず女性の方とか男の方なんですけど、この状態やっていいんですけどね、人間踏むと足って広がっていくんですよ。
はい、で靴の外がいてて外で押さえてくれるんですけど、外反母趾とか、うん、ちょっとはここが痛くなったりするんですね。それが今回足裏をきっちりこういう凹凸で浮き指であったり外反母趾になる母子球、小子球をちゃんとサポートしてあげると、この前病院でレントゲンとかいろいろ取ってもらったんですけど、被験者3人で試してるんでみんな同じ結果なんですけど、はい、これノーマルのインストール体重立っていただくとか指がここまで広がってしまうので、はい、で弊社のインストールを履いて立っていただくとここまで足崩れがしないので、はい、足崩れがしないということはこれが倒れなくなってくる、うんうん、ここまで押さえられると立ってるんで、はい、っていうのを押さえてくれるっていうのを今回医療の整備外科でいろいろテストしていただいてるっていう内容、はい、であとは滑らなくなるといろんなメリットがあって、その前に滑るとね、人間って無意識のうちに指を踏ん張ろうとするんですけど、うん、はい、ふくらはぎとかすねがすごい翌日パンパンになってると思うんですけど、ね、はあはあはあ、あるところ打ちどころの場合はこの凹凸、こっちの方が分かりやすいので、こういう凹凸あるところで手のひらがピタッて止まるので、指を使わなくてよくなる分、ふくらはぎの疲労軽減にもなります。ほな、いつもより長く走れるってことや。そうやし、うん、今結構練習してるじゃないですかね、割と。ね、もう知ってますよ、私。もう劇的に走り変わりますよ。なんで力が出るようになるんですか？なんで力が出るようになるのか、はい、まあまあコアの話でまだ YouTube とかでも動画でね説明するのは面倒くさくて一回もしないんですけど、結構面倒くさい、ね、結構するかもしれない。書いてもらったら分かるんだけど、これね、今までインソールってこう模型でもそうなんですけど、大体ね前に1センチ5ミリ余ってる靴がほとんどです、はいはい、なのでペダリングした時に前に踏む時に足5ミリぐらい前に動くんです、はあ、で下に行った時にもちろん5ミリ戻って引き足なんでもう5ミリ下がってくるので、実際1回転で、まあまあ言い過ぎかもしれないですけど、15ミリぐらい前後に足動いてます、うん、それを90回1分から回すんですよ、はい、人間には離れていくものに力がなかなか込めれないので、はい、靴の中が滑ってると力入れたいと思ってても力が抜けてしまうので、この今まで滑ってた当たり前をなくすだけですごいパワーが上がってます。へ、もちろんこう滑らないので、うん、変な摩耗も起きないので足裏の摩擦も減ってくるので、うん、足裏の疲れにもちょっと変わってきたりします。すごいでしょ。え、うん、それ実感してる。じゃしてます、実感。あ、そう、うん、ぴったりしてる靴履いてると自分がどこで踏んでるかが分かるよ。あ、うん、右だけ全体どのシューズ履いてる、私痛かったんですよ、うん、右のこのね、なんかこの骨ら辺上ね、上ら辺の骨がめっちゃ痛くて、はい、50キロ以上のロング走ると絶対痛み出てるんです、うん、どのシューズでもそうやったんですよ、まあ、しゃあないかな、やっぱ、うん、足ね、左右差やっぱあるからしゃあないかなと思ってたんですけど、これ入れたらそれがぴったりなくなって、全然なくなったんや。なくなりました。あ、それはね、どの選手、まあ、一般の方もプロ選手も、うん、靴がぴったりだとすごいストレスないです、うん、皆さん家で裸足の時ストレスなくて、うん、靴履くと急にストレス感じるのは隙間があって遊んだりして、その素足感覚がちょっと離れていくんで、靴ぴったりさせてあげるとその辺がすごい自分のイメージとリンクしてくるので、うん、特に自転車とかクリート、島野さんですら1センチぐらいしか動かせれない、なんか靴が1センチを滑ってると結構意味が、そっかそっかそっか、それは確かにそうですね。でもね、今最近また足の痛みがどうだって言ってみたんです、もしかしたらこれ入る、膝ね、そう膝ね、緩和されるかもしれない、うんうんうん、試してほしい、試してほしいです。ということで、はい、今日は実際に作ってくれるんですよね、はい、作り方も気になるね。そうね、そうね、そうね、ドロドロに溶けるの、めちゃこう簡単なんですけど、やっぱ世の中に今までなかったものってね、やっぱ初見は壊れてるので、一回見てもらえたらと思います。はい、はい、じゃあ作っていきたいと思います。いいですか、はい、この肩の靴が、まあ、分かりやすくいくと中のインソールのサイズを測ってください。このインソールのサイズをこうやって見てもらうと 24.5 なので、これを見ていただくとこの 24.5 センチのサイズで選んでもらいます。で作りやすくするために紐は結構緩めてもらってる方が作りやすくて、後で履いてもらう時も履きやすいので紐は緩めてください。めんどくさいですけどしっかり開いてください。でこれ土踏まずをね持ち上げてくれるパッドになってます。7ミリぐらいあるんですけど 0.5 ミリまで潰れるので、入れてもらうと綺麗にアーチをご自身の足の形に持ち上げてくれます。
入れるところは大体でいいんですけど、細かく気になる方はこの状態で一回土踏まずのところにパッドが来てるか履いていただくとより分かりやすいです。これを両足にセットします。これね、全部作り終わったら取ってもらっていらないので、この時だけこうやって入れてください。で、これ今からこの硬いものが溶けていくんでやっていきます。必ず沸騰したお湯を入れてください。それで一応タイミングよく出来上がるように設定してあります。で、この状態でこれを入れます。最初はね、カップラーメンと同じ3分で作ろうと思ったんですけど、僕カップラーメン3分待ったことないので2分で作れるように考え直しました。ほんま2分待ってくださいね、今日はダメですよ。ですけど、まあ、僕今1分48秒で開けたんですけど、まあ、全然いけます。そこで開けるんですね。ここで開けます。開けてもらうとなんとですね、はい、中のやつがもう一枚フィルムが出るんですよ。たださっきのがもうね、ベロになってるんで、入れる時のコツが、はい、ピザぐらい柔らかいので、こうちょっと V に曲げてもらって、こうスッと送り込んでもらうと入れやすいです。で、これでつま先を合わせてもらって、かかとをこう倒していくんですね。もう先こう当たるまでグッと入れちゃうってことでいいんですか？いや、もう先はね、ちょうどフラットなぐらい、普通のインソールが入ってたみたいなイメージ。あとね、真ん中かかとをね、こう綺麗にグッと入れてもらうのが大事です。これで中綺麗に入ってます。で、僕押さえとくんで、そこに当たらないように前を出して。そこに当たらないように、はい、はい、この時、ここが開いてるとめちゃんこ入れやすいです。そうですね、今入れやすかった。はい、これね、沸騰したお湯なんで熱いちゃうのと思われるんですけど、実際北海道ぐらいの熱さしか靴の中ではないんで、まあまあな人間の人数やってますけど、今までやけどは今のところゼロです。で、これで OK です。で、立っていただいて、はい、8分立っていただいたら完成です。はい、この時してはいけないこととかありますか？もう動かない、ね、動かない、もう立ったまま動かない、はい、はグリグリしない、グリグリしない、はい、指先も自然な形で、あ、自然な形で、うっすらパーなイメージで作っていただく方が次つかみしろが出るんで、今まで一番良かったです。はい、はい、できました。で、これで8分経ったので、はい、脱ぐ脱ぐ、もう両足脱いでもらって、はい、大丈夫です。自転車はね、すごい硬いので、こうやって見てください。おお、形できてる。で、裏面はめっちゃ硬いです。これ裏面はね、このジロのこの金具まで全部出てきてる。右足と左足同じ形の人ってまずいないですね。こうやって見ます。右足のが、そうですね、アーチは左足の方が高くて、指先の力は右足が強いとかがよくわかります。全然全然ちゃいますね。そうなんです。こういったところもわかりますし。このアーチパッドはもう施工したらいらないので取ってもらって OK です、はいはい、さ、これが出来上がりなんですけど、実は液体がへばりつからないように薄いフィルムがいるので、これをめくってもらいます。はい、切りましょう。結構薄いんで全然気づかないんです。いるんですよ、こういうぴったりなので、ちょっとフィルムね、硬いので、で、これでベースができて、今ちょっとね、見た目芝があったり靴下の、網目があったりするんですけど、この今から透明シート、自転車はすごい薄い吸着性の高いスポンジになってます。これをこんだけだけ取ってもらって、うん、場所合わせやすいので、これで場所合わせてもらってこう貼るだけです。そうするとね、めちゃめちゃさっきの凹凸が見栄え分かります。それを貼ることによって、はい、何クッション性が上がるってこと？そうですね、硬いから硬いので、結構ね、表面光沢があって滑るんですけど、はい、これだとより滑らなくなる。で、自転車はね、ウォーキングとかランとかと違って、はい、あまりクッション性がいらないので、この薄い足が滑らない密着スポンジになってます。はい、こんな感じで足が立つ。で、これをあとはめちゃんこ簡単です。裏面から、はい、側だけをこうやってハサミで切るだけですね。はみ出てるところ、そうですね、側のいらないところだけをこう裏から足型に沿って、はい、これで物は完成です。あとお好みでふりかけじゃなくてシール貼ってください、ね、はい、貼ってもらったら完成。これで片足完成なので、すごい。で、これ最後にこう入れると、うん、ぴったりなので全く動かないです。大事なのは、うん、
これを入れるときに綺麗に敷き詰めるっていう1個目と、もう1個は履くときに当たるとね、こうずれてってしまうかもしれないので、履くときにずらさないように前まで履くっていう、この2点だけ気をつけてもらったら、あとトラブルは今あんまり聞いたことないです。で、シューズドライヤーはダメですね。あ、やりそうになりました。アド、アドあと直射日光ってね、真夏の直射日光って70度ぐらいの力があるんで、直射日光が一番危険です、うん、車内保管に関しては、あの確実に大丈夫とは言えないですけど、車の影の中であれば、僕黒色の車で外気温40度の時でも溶けたことはないんで。うーん、でね、もし溶けちゃった場合、はい、再生形はできるんですか。この特殊なフィルムを剥がしてしまうと、ちょっと再生形オイル入れると、うん、そのスライムがね、はぐれみたいになっちゃうので、うん、あの帰ってこないです。あ、なるほど、はい、一番わかりやすいドラクエ世代には完璧です。あー、オッケーです。で、からの今作ったのこのメロンのインソールやったんですけど、はい、なんと新商品が出るんですね。そうですね、はい、ゴルフエディションって出ます。で、名前はね、ちょっと分かりやすいように5本指が使えるインソールで5本指インソールになってます、うんうん、で、今ね、自転車用はすごい自転車はね、ダイレクトでぴったり硬いって感じだったんですけど、このゴルフエディションはすごい柔らかくなってます。全然違います、はい、全然違うやん。全然違うんですけど、その靴の硬さに馴染む形です。柔らかいんですけど、サポートがないんじゃなくて、ちょっと靴とぴったりなので、靴底が足底になって靴の硬さに由来するって形です、はい、なんで来月からは、ゴルフエディションと、今までメルトインソールってそのオールジャンル、フリージャンル用がパッケージをちょっと一新して、こちらも白色の5本指インソールパッケージですね。来月からはこの自転車用、ゴルフ用、オールジャンル用っていう3タイプになるんで、またよかったら全然ホームページから見てください。ということで、この間大人気企画だった、はい、シノブスノーシャのところで出ていただきました、あやみさんに来てもらいました。っていうのもですね、あやみさん実は自転車もこの間始めたんですけど、もともとゴルフショップで働いていて、ゴルフの方が歴長いんだよね。2年ぐらい長いよ。でも意外とあの自転車やってる人さ、ゴルフも一緒にやってる人結構多かったりするよね。多いよね。で、今日あのあやみさんシューズ持ってきてくれたんで、実際にこれ、ね、今履いてるこのシューズにこの新しい5本指インソールを作ってみたいと思います。お願いします。自転車はね、ちょっと立ったりがね、そういう専門の靴なんで、これ立つような感じで。え、すごいすごい。結構違い分かりやすい。うん、分かる。全然違う。で、一回履いていただいて。びっくり。それ元々の、あの、作る前のインソールをね、一回入れてもらうと、すごい分かりやすい。あれ？違うやん。なんですごい、まあ、自転車ショーツもともとねちょっとタイトなので、自転車乗った時に違いが露骨に分かるんですけど、こういう普段シューズはもともとがラフなので、もう履いた瞬間に分かりやすい。やだやだやだ、一瞬で。ということでですね、今日ご紹介しましたこちらの2種類のロード用のインソールですね、リベレでもちろんお取り扱いしています。で、リベレに来ていただいたらホニダンが作ってくれるんだよね。あ、作ってくれるんや。リベレでシューズをお買い上げしてくれた、プラスセットでこのインソール買っていただいた方は、あのお店でね、あのトミタンが店長がしっかりとフィッティングして作ってくれるので、はい、ぜひお買い求めください。はい、まあ簡単ですね。うん、簡単、自分でますよ。今の流れ見ていただいたらすごい簡単にできると思うので、うんうん、はい、じゃあ中川さん、締めてもらっていいですか。じゃあ首締めてもらっていいですか。ありがとうございました。初めての流れということで、はい、はい、また高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。僕のフリーも締めてくださいね。締めないです。逃げててください。また次回。インソール変えたの。乗った、あの山行った。あれ行った時に特に何の違和感もなく普通に走ってて、うーんって思いな
ながら家帰って、片方だけね、入れ替えた。前のやつにね。全然違うよね。フィット感全然ちゃうやんって。何？前で指がさ、動くんよね。で、それがないからさ、こっちの右足の走ってたら小指の方ジンジンしてきたりとかあんねんけど、それが今のところはないね。いや、もう、でも本当にいいよ。で、踏んでる位置が分かるっていうのでさ、なんかトレーニングにもいいやん。はい。これ。もう入った瞬間から、ちょっと変わるよね。はい。ぜひ、バイバーイ。